さあみんな準備はいいか。我ら白竜騎士団の名誉とフェードラッヘの栄光のため神竜ファフニールを打ち倒す。そして必ずやシルフ様を救出し民の安寧を取り戻すぞ。来た来た、血がたぎるぜ。君はルリアちゃんだったかな。はい、白竜騎士団団長のランスロットさん。君は聖少獣の気配がわかるって聞いたけど、シルフ様の気配は何か感じるかい？この先の山奥に何か大きな力を感じますが、それがシルフ様かどうかはわかりません。全然お力になれなくてすみません。でも聖少獣なのは確かだと思います。いや気にしないでくれ、シルフ様も聖少獣、そんな簡単にやられはしないさ。おいランちゃん、早く来いよ。わかった、今行くからそこで待っててくれ。置いてっちまうぞ、早く早く。まったく、あいつは勢いが余りすぎだ。ランスロットさんとベインさんはとっても仲良しなんですね。それにランちゃんってなんだかワンちゃんみたいで可愛いです。だから人前ではやめろと言ってるんだが、もう訂正するのも面倒になっちまって。ベインとは故郷の家が隣同士でさ、幼い頃からずっと一緒だった。で、こうしてる場合じゃない。あいつに道案内を任せておいたらいつの到着になるかわからないからな。なあ、ベインのやつやっぱり方向音痴だったのかよ。道理でオートになかなかつかなかったわけですね。その様子だと君らも相当あいつに苦しめられたみたいだな。さて、道を間違える前に俺たちも急ごうか。シルフ様は少女の姿をした聖少獣だ。その可愛らしい姿と神秘のお力から国民の皆にとても敬愛されている。わあ、みんなに愛される聖少獣なんて素敵ですね。もちろんただ愛らしいだけじゃない。シルフ様はファフニールの力を借りて霊薬をお作りになることができる。私も風の噂に聞いたことがあります。不老長寿の霊薬アルマ。そう、その霊薬アルマはどんな病気でもたちまち治してしまうといわれる奇跡の万能薬。そしてシルフ様がお作りになったアルマを執政官のイザベラ様が病気の人々に無償で分け与えているんだ。確かに旅の途中に出会った村人の中には霊薬のおかげで病気が回復したと感謝している者もいました。そうだろう。普段は厳しい態度のイザベラ様だが、本当は国民のことを第一に考える優しいお方なんだ。なるほどな、この国の聖少獣の加護ってのはそういうことだったんだな。うわぁ、すごいお薬なんですね。でも私が通りかかったアルフルス村の病人たちの元には霊薬はほとんど行き渡っていませんでした。それでも病に侵された村人たちはシルフ様の加護を信じて祈りを捧げながら亡くなっていきました。残念ながらそれも事実だ。現状この国の全ての病人たちに霊薬が行き渡っているとは言い難い。だからこそファフニールを打ち倒し、シルフ様に再び霊薬をお作りいただく必要があるのだ。
そうですね。今はファフニールを倒し、シルフ様をお救いすることに全力を注ぎましょう。このファフニール討伐が終わったら、私もルフルス村の調査に協力しよう。はい、よろしくお願いします。おい、ランちゃん、王都を出たら周りは魔物だらけだぞ。あまり気を抜くなよ。ああ、言われなくとも。楽しませてもらったぞ。するってえと、シルフ様はファフニールから霊薬を作るためにその竜の巣ってのに行ってたのか。ああ、普段のファフニールは封印されて眠っている状態にあるんだが、何者かに封印が解かれてしまっていたようだ。そして復活したファフニールから逃げている途中に、シルフ様と護衛の前に謎の剣士が現れ、その隙を突かれたシルフ様がファフニールに食われたらしい。その剣士が気がかりですね。謎の剣士はシルフ様を誘拐しようとしていたとか。それがその目的がいまいちわからなくてな。わかっているのはファフニールがシルフ様を丸呑みにしたまま竜の巣にいるということだけだ。ベイン、またこうやってお前と一緒に並んで戦う日が来るなんてな。ああ、最後にランちゃんと戦場に赴いたのはいつだったかな。確かあれはまだ黒竜騎士団の頃だったか。黒竜騎士団の頃か。いや、どうだったかな。これはみんなの勝利だ。ありがとう。今やお前は白竜騎士団の団長で、俺は地方を転々とする一兵卒だもんな。入団したばっかりの頃は楽しかったな。いつも騎士団の仲間たちで騒いでさ。どうした？お前らしくもない。いや、別に悲願でるわけじゃないんだ。ただお前の顔を見てたら、あの頃が妙に懐かしくなっただけだって。悪い悪い、なんか締めっぽくなっちまったな。さあ先へ進もうぜ。そういや、白竜騎士団にも随分新顔が増えたよな。ああ、お前は地方での兵役が長かったから知らないだろうが、白竜騎士団はイザベラ様の指揮のもと新たに再編されたな。うえ、そうだったのかよ。道理で昔の仲間たちの顔がほとんど見えないと思ったぜ。以前と顔ぶれは違うが、俺は騎士団長として変わらずこの国に報いるだけだ。必ずファフニールを打ち倒し、シルフ様を救出してみせる。
これはみんなの勝利だ。ありがとう。さあ、ここからはいよいよ洞窟の谷だ。みんなも準備はいいか？ごっくり。この山奥にファフニールとシルフがいるってのか。ルリア、何か感じるか？はい、さっきよりも強い力が感じられます。多分きっとシルフ様だと思いますが。よし、それじゃあ気を引き締めていくぜ。魔物がうようよ嫌がるぜ。ファフニールの力に引き寄せられて魔物たちが集まってきているのかもしれません。まあ俺に任せとけって。どんな魔物でもボッコボコよ。ベイン、気を抜くな。早速飛竜の群れだぞ。へいへい、わかりましたよ。無駄なさらばだ。舞うよ。さらばだ。相手にならんな。うちの前どうやった？でもこれほどまでに巨大な力を持つ神竜ファフニールの封印を解くなんて、一体誰の仕業なんでしょうか。さあな、謎の剣士だかなんだか知らないけど、犯人がそいつなら迷惑なことをしてくれたもんだぜ。ああ、こんな時に竜殺しがいてくれたらな。おいベイン、冗談でもその名を口にするな。悪い悪い、俺は先に行くぞ。待ってください、ランスロットさん。ランスロットのやつ、ずいぶんと怒ってたみてえだけど、なんだその竜殺しってのは。ああ、そうかそうか。あんたたちは知らなかったのか、この国に起こったあの事件を。あの事件とは？まあ誰もが忘れたい事件だからな。あいつが怒るのも無理ないんだが。思ったより護衛が多いな。それに見慣れぬ者たちの姿もあるようだ。雇われ聞くしか何かか。まあいい、しばらくこのまま偵察させてもらうか。ランちゃんの前でジークフリートの話は禁句。